流福寺寺は、岡山県岡山市北区竹部町中田にある、日蓮州の寺院である。三号は、白玉山という。旧本山は、京都明覚寺、電子法園。旧竹部町には、定林寺、牧吉寺、明福寺、明仙寺、明園寺、蓮密寺、光徳寺、明紀寺寺、常樹寺等がある。栄昌二年、神奈川城主、松田元成の会期で、 大乗院飛行を解散に、日川河藩に創建されたという。創建当時は広大な事業を有していたというが、北家法院機沖長野山妙本寺へ移住すると、しばらく無重であったという。元気3年の松田氏滅亡後、慶長3年に火災に相承出したが、宇垣郡沢村の家乗院美女により再建され、本堂、栗、達中一員が混流された。その後、 慶安2年に現在地へ移転された。水害対策のためという。漢文6年、岡山藩主、池田光政の政策により三松寺とともに廃寺とされたが、遠方9年に京都明覚寺の松寺として再建された。現在の本堂は昭和12年に再建されたもの。事号は創建地近くにあった辰ヶ淵にちなむ、現在地の入道と名付けられた一角にあり、 竜福寺旧跡として残る。ありがとうございます。